万事新たなるものよ至れ偉大なる大天に一葉の知識を書き記す栄誉を与える。結局ここまで生き残りは誰一人いなかったね。ついてきたカラさんには悪いことしちゃったかな。何、獲物が絶食したかどうか確かめるのもまた狩りの作業、あるいは作法というものよ。誰もいないところでこの機械だけが動き続けて錬金術師たちの生涯をめちゃくちゃにしてきたんですね。私思うんだ、もしこいつがいなければ世界にはもっと錬金術が広まっていたかもしれないって。そうだね、平地を追い求めた者はみんなここに招かれてその人生を狂わされ続けてきたんだ。その傲慢な姿勢が今の世の中にまで根を張っておる。根絶やせねばなるまいよ。しぶといもんだぜ、まったく。何時新たなる者よ至れ、偉大なる大天に加われば何時の知識は永遠に残る。時代に貫絶した錬金術師を誘うんだっけ。よくもまあ懲りずに何百年分も奪ってくれたもんだ。奪った知識は読む者も生かす機会もない蔵の中にいたずらに閉じ込められたんだ。つまりは略奪と死蔵だな。ここから逃げた人たちはどうしてこの機会を止めず奪うに任せていたんでしょう。この機械こそが彼ら一派の心の拠り所だったんだよ。英知の神殿というのは誇張でも何でもなかったんだ。それほどまでに固執して絶対に健全な状態じゃないよ。万象の回転に栄えあれ、導きに恋し何時、時に身を捨て去るも永遠の栄誉がいたわりを賜る。いろいろあったけどやっぱりただの悪党だったぞ。みんな難しく考えすぎてると思うな。それはまあそうかもな。ただ単純に片付けるにはやった悪事があまりにも多様すぎたってことだ。過去に伸ばした手、過去から伸びた手、今も伸びる手、全てが絡み合い今を引き倒してきた。だがそれもここで終わらせる。そしてみんなが前を向くんだ。干渉の回転で敵対行動を感知、防衛機構作動。干渉の回転で敵対行動を感知、防衛機構作動。英知を奉ぜる者よ、偉大さに服さる者よ、何時万象の大天の重きを知る。命もくれてあがない、喜べ選ばれし錬金の術師。その英知を書き加える栄誉を与える。錬金術師の噂終わりで終わらせる。はっ、わかりました。ライトあげるよ。皆さん終わりです。終わらせる。風と私で切り裂く。どれにしようかな。見せてあげる鍵の力を。どれにしようかな。いっけー。ずっとライトのことを苦しめてたなんて。絶対に許さないから。大盤振る舞いよ。わかりました。ライトを開けるよ。これでだ。皆さん注意してください。風と私で切り裂く。今なら鍵が作れるかも。そこだ。そこよ。終わりです。
どれにしようかな。お願い、成功して。よし、できた。セイ、キル。はっきり完了。危険因子を断絶。我に新たな時代の知識を。我が英知は永遠なり。しまった、みんな。やべえ！まずい、このままじゃ。ありがとう。みんな、準備はいい？よっしゃー！喜べ。選ばれし錬金の術師。その英知を見てもらえる栄誉を与える。終わりだ。ライズさん、お願いします。与えるよ。受け入れる。世界の実力だ。覚悟しなさい。いや、持久戦になりそうだぜ。ただの氷と思うなよ。相手の動きが鈍ってきましたよ。どれにしようかな。見せてあげる、鍵の力を。どれにしようかな。いっけー。損傷箇所甚大。どれにしようかな。今そこで消え去れ。わかりました。ライズがいいかな。何時あなた至れ。解く解く至れ。何故服さぬのか。何故栄誉を問わを報ぜぬのか。何時あなた至れ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 。何故大天の重きを何故知らぬのか。何故何故。さあ行こう。最後はこれで終わりだね。また鍵。これってあの暑い部屋で使ってたやつか。そういえばまだ説明を聞いていなかったが、一体どう使う鍵なんだ。え、アンペルさんが確認してないのか。大丈夫かよ。あんたね、時代に貫徹する錬金術師様を少しは信じなさいっての。
そんな長ったらしくて面倒くさい呼び名より、私は良き錬金術師の方が良いと思うがな。そう、実は私もそう思ってたりして。それで鍵はどうなった？おっと、そうそう、これはあいつらの思惑を超える私の最終兵器、名付けて終わりの鍵だよ。ずいぶん物騒な名前だね。単にあいつらの力で作る最後の鍵ってだけの名前なんだけど、まあ、いっか。これは私に干渉してくる力を掴んで生み出した鍵なんだ。さらっと言ってるけど、それってかなりすごいことなんじゃ？ここに入ってくるときに生み出した鍵ですよね。うん、でも別の使い道もあって、私に干渉してくる力を逆に利用することで、あいつらが利用してる機械に同調できるんだよ。平たく言えば向こうの機械を操ることができる。ふむ、ということはあの無限の心臓を。そう、あれを止めてあれに付随する門を閉じる。そうすれば晩鐘の退転から転送される力で動いていた機械は全て停止するというわけですね。うん、それに何より城塞都市、晩鐘の退転そのものもね。終わったね。ありがとうを交わし合うのもいいけど、ここはすっきり行こうか。そうだね。ふん、少々惜しいが仕方あるまいな。何の話だ？そろそろ私たちの旅を終えますって話。え、そんな、でも俺たちの目標はもう達成しただろう。軍刀も湾口から消えて、交易船の往来も私の来る前の状態に戻りましたからね。何より晩鐘の退転も片付いて
ライザの安全も確実になったし。うむ、旧敵の最後を見とれたわ。千年来の快挙よな。やらなければならないことをやり遂げたんだ。錬金術師とオーレン族にとっては特にな。そうだな。それを終えた以上、いつまでもグズグズしている意味はないだろう。みんながライザの旅に同行する時間は終わり、改めて自分の旅を始める時だね。もう解散なんですね。でも俺は、そうなったらどうすればいいんだ。なら俺と一緒に来いよ、ディアン。便利なもんが何もない旅ってやつを教えてやるよ。本当か？ありがとう、レント。今度はレントが先生側か。二人は決まりだね。他のみんなはどうするの？私は元通りかな。一度お父さんとお母さんのところに顔を出して、また大将と旅暮らしだね。私も同じですね。交易の式に復帰しますが、一度町の様子を見に戻ろうかと思います。僕らは改めて今後の相談をするけど、当面は王都に戻るつもりだよ。はい、そうなります。俺はほとんど卒業が決まっているし、その直前まで村で父さんを手伝うことになるだろうな。私とリラは変わらず遺跡の調査だな。まあそうだな。晩鐘の大天消滅が各地の門にどんな影響を与えたかを調べねば。わらわは戻らねばならんの、ウィンドルへ。まあ今度は特大の土産話もあるゆえ、許してもらえよ。ライザの方はどうすんだ？私は最後の仕上げをしようと思う。夏ももう終わるね。島の心臓に行こう。これまでに得た技術の集大成を見せるよ。空剣島に来るとただいまって言いたくなっちゃうんだ。ライザ、何をする気なんだい？うん、この鍵ももう役目は終わりかなって思って。そっか、島は消えたけどこれはまだ残ってたんだね。でもどうする気だ？前にタオから言われたことを思い出してたんだ。そして今空剣島があの島から受けている干渉、これもきっと流脈の影響なんだ。うん、晩鐘の大天は流脈に怒りを下ろしてこの地に留まっているわけだ。僕もその怒りが悪さをしている可能性が高いんじゃないかと思ってる。晩鐘の大天は怒りを下ろしてこの地に留まって、流脈を利用して力を転送していた。これを空剣島にも利用するんだよ。そっか、なるほど。あの技術を利用できれば。前に私が怒りから力を得て石板を完成させたでしょ。あの時にもしかしたらとは思ってたんだ。試してみよう。あの時のことを思い出して、大きな力の流れをつかむ。そして力の流れとこの制御装置をつなげる。
それなら宝玉の力を消費せずに今の状態を維持できる。100年どころか1000年でも。それに島全体がものすごく安定してる。怒りが大地と空間とをつなげてるのか。いつかのライザが動力と島の安定化問題を解決したいと言っていたが、ついに成し遂げたんだな。これで最後の仕上げも完了だよな。うん、みんなも付き合ってくれてありがとう。水臭いな。僕らは仲間じゃないか。そうだぜ、ここまでずっと一緒にやってきただろ。ずっと一緒に。そうだね。俺たちも一度戻るぜ。用があったらいつでも呼んでくれよ。うん、私も後でみんなのところに行くね。ちゃんと家にも顔出さないとダメだよ。わかってるよ。今日のスープはあまり食べたことのない風味だね。なんて町だったかね。ガラスのコップを買った時に香辛料をおまけにつけてくれたんだったよね。サルドニカだよ。なんだか懐かしいな、この味。ああ、そんな名前だったかね。もう前に話したでしょ、私の大活躍と一緒に。覚えているとも。あそこのお嬢さんが直接空間フルーツを買い付けに来たよ。フェデリーカが？なんだか恥ずかしいな。恥ずかしいことなんてあるもんかい。お土産にするって喜んでいたよ。そっか、アルベルトさんやサベリオさん、アンナさんに持って帰ってあげるのかな。お父さん、お母さん。何かな、ライザ。どうしたんだい？急にかしこまった風になっちゃって。もうすぐ、私もこの島を出ようと思うんだ。そうかい。うっすらと覚悟はしていたよ。ようやっと巣立ちをするんだね、あの機関棒が。お母さん、私心配するんじゃないよ。大丈夫、お前のお母さんだよ。ライザの人生はライザのものだ。思うまま広い世界に羽ばたいていけばいいよ。ありがとう、お父さん。旅の中でたくさんの人と出会って、知らないことを知って、私の人生が好きになれた。お父さんとお母さんのことも、大好き。もっと旅を続けたい。それで探しに行くんだ。何を探しに行くんだい？それはね、
確認のため、この島の近くにあった門、隠された入り江のものを再起動させてみた。どうだった？再起動の条件を満たしても門は動かなかった。おそらく晩鐘の大天崩壊の影響だろう。本当？結果としては万々歳だけど、なんでクリント王国の作った門まで止まったんだろう。もし門を開く技術が同じ根に発していたものなら、万象の大天が倒れた時共に倒れたのかもしれん。あそこから出た人が後の時代に入り込んだって話だね。座標の特定に大天を使ってたのかな。理屈はいろいろ考えられるが、まずは他の地で私たちが封じてきた門を確認してからだな。ここだと大天崩壊と距離が近すぎて、その影響かどうかもわからないからね。ああ、まだまだ遺跡を巡る旅は。ああ、もうぐる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 首がもげちゃうよ。二人ともなんで今さら気まずくなってんのさ。気まずくなんかなっていない。今まで通りが取り戻せていないだけだ。落ち着いて考える機会が増えて、互いの立場の変化や発言や行動の結果から距離感を測りかねているんだ。それを気まずいって言うんでしょ。どうせすぐ戻る。少々種類は違うが、喧嘩なら過去にもあったし問題ない。本当かな。もうすぐ出発の時期だよ。そんな調子で旅なんかできるの？あ、そうだ、もう結婚しちゃいなよ二人とも。今ならみんな簡単に空間島に集められるし、ちょうどいいんじゃないの？私は王連族だし、お前たちの儀式に暗い。大体私たちは年を取るのが遅いのだから、そんなことを焦らずとも良いのだ。じゃあ結婚は諦めるけど、せめてちゃんと二人で話し合ってるね。お別れの日にそれじゃしまんないよ。いいだろう、得意ではないが。私の方こそ好きにはさせん。これで本当に未来に向けて翼は飛んでるのかな。アガーテ姉さん。ライザか、すまん、早速聞きたいんだが、例の島が突然消えたのはお前たちの手によるものか？まあね、いろいろあってね。そうか、経緯はよくわからないが、最近は驚かされてばかりだ。だが本当に助かった。もうあの島のある生活を受け入れるしかないかと思い始めていたところだ。そういうわけにはいかないんだけど。まあ説明しようもないだろう。そうだ、モリッツさんなんて、これだけ人が集まるならカーク群島を観光名所にするなどと言い出してな。は？危うく本格的な調査隊が結成されるところだった。お前たちのおかげで立ち消えになったよ。モリッツさんらしいや。たくましいよな、あの人も。父さんには事情を説明しておくべきだったかもな。たくましいか。アガーテ姉さん、本当にたくましくなったよ、お前たちも。少し見ない間にまるで別人のように成長する。その速度に置いていかれてしまった。もう私がお前たちを守ってやる必要もない。もうお前たちを子供だと叱る必要もない。誇らしくもあるが少し寂しいよ。どれだけ大人になったって、どこにいたってアガーテ姉さんへの恩を忘れることはないよ。だからありがとう。ライザ、ほら今はもう忙しいんだろ。私と喋ってないで早く行け。
空き家になっちゃうんだね、レントの家。親父も当分はいねえし、俺も旅暮らしをやめる気はねえからな。不思議なもんだよな、あんだけ出たいとあがいてた孤島の牢獄みたいな場所がこんなあばら屋だなんてよ。今なら一蹴りで牢破りもできちゃうね。いや、牢屋じゃない、俺の家だったんだ。今になってやっとそう見えてきたよ。空剣島もラーゼンボーデン村もそうだ。ここは俺の故郷だったんだな。そう思ってくれるなら交渉もしやすいな。お父さん、お母さんに苦労まで。カールさん、交渉って？この家を取り壊したり売ったりせず、家主が戻るまで手入れする許可をもらおうと思ってね。え、でもそのあの親父の家だぞ。分かっておる。最初は無論取り壊すつもりだったが、ブルネン家やこのカールからも申し入れがあってな。ボースめ、いい格好しやがって。まあ例の島を本当に何とかしてしまった功労者の家ということもあるね。それに若者たちが帰ってくる場所を用意しておいてあげるのも故郷の役目ですよ、カラ。それはその通りではあるか。家の手入れは私とミオがやりますよ。二人が帰ってきた時のパーティー会場だからね、最低限は綺麗にしておかないと。皆さんありがとうございます。ん？当分は旅を続けるんだね。はい、連れにもいろいろ教えようと思ってて、今から二人旅が楽しみですよ。もしかしてライザと一緒に行くのかい？いえ、連れはディアンです。ディアン、ああ、あの昔のライザみたいな。ああいう子に物を教えるのは苦労するだろうね。いえ、あいつあれで俺より頭いいと思うんですよ。お母さん、今さらっとひどいこと言ってなかった？タオ、あんた何やったの？わ、ライザ！うわ、ライザじゃないわよ。あんた何パティ泣かせてんの？違うんだよ。いや、違わないんだけど。違うのか違わないのかどっちなのよ。タオさんが、タオさんが、ほら見なさい、学術院に入ってくれるって。そうそう、学術院に入るとかなんてひど、そりゃパティにあそこまでされちゃね。え、どういうこと？僕の推薦期限の延期をボルカーさんを通じて働きかけてくれたんだよ。一つの条件と引き換えに。条件？ボルカーさんの許しなしに王都を絶対に出ないって制約と引き換えに動いてもらったんだってさ。え、それってもしタオが学術院行きをやめてたら。法律の権威を蹴った在野の学者なんか王都に居場所はなくなるし、下手すれば二度と会えなかったかもね。だって私にできることってそれくらいしか。もう
相変わらず無茶苦茶な行動力というか、タオが学術院に入るって決めたからよかったけど。そういえばどっちの分野にするかは決めたの？考古学の方にしたよ。建築、未来はこれからいくらでも積み上がってその場で見ていくこともできる。でも過去というのは埋もれさせない努力がないと簡単に埋もれてしまって後の人が苦労をさせられる。だから僕は過去に進むよ。やるからには本気でね。パティの行動で僕も厳しい道を行く覚悟ができたんだ。タオさん、ありがとうございます。僕の方こそ。こんな僕に愛想を尽かさず向き合ってくれてありがとう。これからは僕もちゃんと正面から向き合うようにするよ。ほう、そっかそっか、正面からね。これまでできなかった分しっかり取り戻せるように頑張るよ。それがルベルトさんからの返事？随分と分厚いね。事業計画書の採点と入り混じっちゃってるからね。お父さん、指針をそこに混ぜる癖があって。私には分かりそうもない世界だな。事業計画ってのは前にも言ってた？錬金術師を探すことも、薬の信号を見定めてもらうことも、商売になるかはお前の再鑑次第だ、だって。それはつまり？お前の好きにやりなさいってことだよ。はあ、私には商人とか絶対無理だな。ライザリン・シュタウト君に甘えてばかりではいけないって追伸もあるよ。実際は私の方が甘えっぱなしなのは秘密にしとかないとダメだね。そうでもないよ。いつか言ってくれた活力を私の方もライザにもらってるんだから。そうなの？うん、私の立てた夢みたいな計画、この道を進んでいいって感じさせてくれてるよ。そっか、じゃあお互い様だね。うん、私も私の道を進んでいくぞ。お互い様で自分の道を進む、だからなのかな。何が？解散宣言の時、自分でも不思議だったんだけど、ライザンに一緒に旅をしようって言わなかったなって。そういや、私も思いつかなかったな。でもきっとそれって、うん、もう一緒に旅をしているようなものだからだね。まあ本当に困ったらやっぱり集まってもらうんだけど。頼るのに遠慮はいらないだよ。そうやって時には離れて時には一緒になって、ライザも私も他のみんなも自分の道を旅していく、そういうものなんじゃないかな。うん、それじゃ今はしっかり一緒だし、もう少し散歩などお付き合いいただけませんか、お嬢様。はい、喜んで、錬金術師様。
バー、何か揉めてるの？ああ、ライザー、今すぐ逃げた方がいいぞ。ん？それは一体どういう。そうまで心に決めとるのに、なぜ私に話せん。よほど都合の悪い相手だと思われても仕方があるまい。だからそう簡単に見せたり話したりできる人じゃないと言っているだろう。やばい。え？あ、何？やはりお前か、ライザー。お前だからボスは黙っているんだな。だから絶対に違う。そうなのか。すっごい傷つくんだけど。っていうか、私だから黙ってるってどういう意味なんです？いや、それは特別な意味など。とにかく連れてくるだけでも大変な人なんだ。今は俺を信じてくれないか、父さん。ボスさんの心に決めてる人ってお前も知ってたりするのか。あんたね、今までどこに。まあ、私も母さんとは周囲の反対を押し切って結婚したこともあるし、家柄にはこだわらんが、いいだろ、お前の目を信じる。ただし、いつかちゃんと島に連れてくるように。分かった、約束する。ありがとう。年祭はありがとうございました、ライザさん。おかげで素晴らしい催しになったと思います。フェデリーカこそお疲れ様。私たちも旅立ちの前に楽しい思い出ができたよ。そう言っていただけると嬉しいです。百年祭の名残は今やこれ一つですが。十分じゃない。本当に綺麗な、この街を象徴する像だと思うよ。巨神な感想ほど胸にしみるものはないな。顔を出してるなら言ってほしいな、錬金術師殿。水臭いぞ。いい仕事だった。そうはっきり言える機会は交渉の生涯でもそうはないが、こいつは例外だよ。発案から試行錯誤、その製造の経緯までもがまさにこの街を表現していると言っていいだろう。そうですね、そんな作品がついにこの町に生まれた。ずっと考えていたんです。この融和を果たせた時、ランベルティー家は役目を終えるのだと。おいおい、冗談はよせよ。冗談ではありません。幸いランベルティー家は私一人、さほど影響力もない今が町のために身を引く機会。町の指導者がそうも後ろ向きでは、我々の計画も見直しが必要かもしれんな、サベリオ。それは困る。いろいろ準備してきたんだぞ。各地から届く就任祝いの甘味はもう船の上だ。一体何の話です？この融和を果たせた時の計画を立てていたのは代理だけじゃないってことだ。代理自身がどう思っているのかは知らないが、百年祭の大成功は誰にも文句を言わせない実績だ。若くして両派の融和を果たし、百年祭を成功に導き、町の象徴、世紀の彫像製造に多大なる功績を残した方。フェデリーカ・ランベルティに両派より正式に交渉組合長への就任を要請いたします。町の開祖に倣い、錬金術師ライザリン・シュタウトがこれを見届け、また承認する。返答はいかに？ライザさんまで？しかし私は。いいから引き受けちまえよ、お嬢。肩書きは肩書き、お嬢の好きにやりゃいいんだ。そうとも、
作っていこう、私たちで。新しいサルドニカとサルドニカの工芸を。返答はいかに？慎んで要請をお受けします。ふつつかものですが、どうぞヨシナに承認する。よっしゃ、祝宴の準備だ。ふう、逃げ出されないかとヒヤヒヤしたぞ。まったく、ライザさんまで巻き込んで。あれ、やっぱバレた？当然です。こう見えて交渉組合長ですから。アンナさん、忙しそうだね。あ、ライザさん、皆さんも。そうですね、今は体制変更のためのもろもろの手続きと調整でてんやわんやで。ちょっと間が悪かったか？あ、いえ、私も少し休憩しようと思っていましたので。あの、よければ少しお話できませんか？もうすぐ旅が終わると聞きました。そうじゃな、近いうち解散することになろう。私は皆さんの旅がどのようなものだったのか詳しいことは知りませんが、でも素晴らしいものだったということはわかります。ほう。組合長代、いえ、組合長の佇まいが明らかに昔と違いますから。前に表情が前向きになったとお話ししたことがありましたよね。うん、覚えてるよ。あの時はまだ明るくなったなってそれくらいだったんです。今の組合長は立派です。自信を持って職人たちの前に立つようになった。昔からみんなに軽く見られないよう見栄を張っているところがあったんです。ただでさえあの子は若いから。そうだな、空剣島で出会った時からそうだった。それが変わったのはきっと皆さんが旅を通して素敵な経験をさせてくれたからなんだと思います。ふむ、間違ってはおらんが正解とも言えんな。どういう？旅路を共にすると言ってもその中でどう成長するかは本人次第じゃ。我々が経験させたのではない、あの子が受け取ったものを正しく消化したその結果に過ぎんよ。そうですか。それでも皆さんには感謝をしなければいけませんね。どうかこれからも彼女の良き友人でいてあげてください。うん、もちろん。デアドロさん、こんにちは。ライザ殿、みんなもよく来たな。もしかして忙しかったですか？いや、気にするな。賢者様に比べれば大したことはない。へえ、そんなに。さらなる器具の研究改良、そして今は動き出した移住計画のために新天地の検討や視察なども進めているからな。もう動き出したの？遅いくらいだと賢者様は笑っていた。ずっと停滞していた里だからな。順調なんですか？どうだろうな。何せ今までは避けてきた変化だ。新しいことを始めるのはこんなにも力を必要とするのだなと学ぶ日々だ。そう言いながらでも少し楽しそうに見えますよ。はあ、心地よい疲労感だ。私たちは今回の件で学んだ。
岐路に立たされた時、人はどうしても安心安全な方へと逃げて変化を避けようとする。だが時にはその状況を破壊し一歩を踏み出さなければならないとな。そうですね、気持ちはよくわかります。僕も今回の旅を通して迷いの一つに答えを出すことができそうだから。過去は我々に仮初めの安寧を与えてくれた。だがこれからの未来は我々自身で掴み取っていかなくては。これから先もネメドに訪れることがあればいつでもフォーレの里に寄ってくれ。歓迎するぞ。うん、ぜひ。ただし次に訪れた時は里が別の場所に移っているかもしれないだな。レントについて外の世界を見て回ってくれ。里のみんなに恥ずかしくないよう振る舞うぞ。そうか、気負わずともよい。できることできないこと双方を見極めるだけでも旅の価値は十分にある。ついでにこの里が何とかやっていく方法も見つけてやるから待っててくれ。やれやれ、ライザ殿、どうかレント殿にはよろしく伝えてくれ。うん、でもレントはディアンのことを褒めてたし、そう心配することもないと思うよ。だといいんだが、本当にレント殿だけなのか。頼み込めばあと 2,3 人同行してもらえるのでは。デアドラ、俺はフォーレ一の刃だぞ。まあまあ、喧嘩しに帰ってきたんじゃないでしょ。ディアン、奥にレント殿や他の方々への礼物が用意してある。持ってこい。なんだよ、俺だってライザネーとカミオノの奴らと戦ったんだぞ。腕っぷしは強いが根気がない。源者様、地頭は悪くないが勉強という行為が嫌いなのだ。レント殿には本を与えるような真似は無駄と伝えてくれ。え、また新しいもの好きだが飽き性でな。飽きた後元の持ち物を惜しむので古い方も捨てぬように。戦士としても単独で動くと勘ばかりに頼っている。相手が上手だった時これではどうしようもなくなる。そうか。このように欠点だらけで実に心配だ。それでも飛び出たいというなら認めねばならぬ。あの子の親代わり、いや親なのだから。源者さんも実はデアドラさんと同じくらい、もしかしたらそれ以上に心配してたんだね。レント殿には何より命を惜しむ心をあの子に叩き込んでもらいたい。どうか安心して、レントも私も教わったリラさんの戦士の心得は安全第一ですから。礼物ってこの小さい箱だけか。こんなの自分で持ってこいよな。ディアン。なんだ源者様。風邪をひくなよ。あ、そんなの分かってるよ。なんだよみんな変な顔して。親の心こしらずってやつだね。私はちゃんと分かってあげてるかな。揃って何を話してたの？士族間の情報交換じゃ。
と言ってもたわいもない雑談じゃよ。オーリムの再生を加速させるためにもより強固な連携が必要ということでな。そっか、白牙、霊気、宗派、みんな違う種族だもんね。各地の状況を伝え合って困った時は協力し合う。以前より綿密に連携すれば再生は今よりも進む。時間はかかったけど確実にかつての光景は戻ってきてる。そっか、かつてあの門を通じてこの世界に様々な悲劇が舞い込んだ。今もオーリムには君たち人間をよく思わない者たちも多く残っている。だが歴史には表と裏があり、常に移ろいゆくもの。常に今を見つめることを忘れてはならない。からの受け売り。まあそう難しく考えずともよい。盲目的になるなということじゃ。悪しき錬金術師がいれば良き錬金術師もいる。お主のようにな。そう言ってもらえると私も嬉しいよ。これから先私たちの世界とオーリムはどう関わっていくのかな。未来のことは私たちにもわからないけど、一つ言えることがあるとすれば、二つの世界、二つの種族が良き隣人としてこれから先も共にあれるよう願うばかり。カラさんたちは晩鐘の大典がなくなっても特に変わりはないんだね。そうさの、暴れ古流でもオーリムに乱入すればまたそちらへ向かうが、何百年先かわからぬな。風跡はどうなるの？古流の往来が絶えれば消えるじゃろうが、オーリムもネメドもあいにくと往来は激しい方じゃ。それでも百数十年に一度か。次の竜の嵐までになだめの精がたくさん帰ってるといいんだけど。そうじゃな、できればそなたたちにも聞かせたい。聞かせるって何を？宗派の歌。なだめの精たちが古竜の帰りを鎮めるとき、それは綺麗な音色が響くという伝説がある。いかにも、なだめの精を祀る我が氏族名の由来じゃ。長らく実例はないはずじゃが、よく知っておったの。私は歌が好きだったから長老からそういう伝説をよく聞いていた。ええ、あんたたちってそんな素敵な伝説の持ち主だったんだ。なかなか出会う機会がないからこその伝説じゃがの。しかしそなたらであればいつか。え？なんとなくそう思わせてしまうものがあるの。あるいは旧敵を葬り得たがゆえのひいき目やもしれぬが。私好きだよ、そのいつかって言葉。それに乗せれば何だってできる気にならない？うん、私も好きかもしれない。いつか君たちの世界へ。ふむむ、面白いの。いつか宗派の歌を聞く。そうそう、そんな感じ。いつかフィーと一緒に旅をする。みんなして随分とささやかな。なんだってじゃの。どれも当人にとってはとっても大きなもの。そうそう、そんなもんだよ、願いなんて。いつか。うん、いつかはきっと。
どうも。あ、すごいすごい。おお。どうかな。アトリエ3、終わりの錬金術師と秘密の鍵。